皆さんこんにちは。こんにちは。こんばんは。こんばんは。ゆうたらすチャンネルのパパです。ママです。はい、ちょっとまたセルナの部品なんですけど届いたんで開封させてもらって。はい。あ、これね、パパの表示取り替える時のナイフ。そっか、それ使ってんだ。そうそう、100均かと思う。んー、違いますよ。はい、はい、これオイル、オイルですね。はい、ゼロオイル5ワットってママ言ったっけ。そう違うからね。ワットじゃないね。 5W30 で 5W、 この W はどういう、ウィンター。あ、そっか、ウィンターの W ね。このこっちの方の数字が、うん、寒い時の、うんうんうん、こっちが暑い時のやつなんだけど。そういうこと。そう、ウィンターね。私は素数だと思ってたから、うん、ずっと今俺も喋ってて思い出した。ワットって。そうだそうだ。ワットって、うん、そうだそう。そう、5W30 の全合成油、部分合成油じゃなくて鉱物油とか部分合成油とか、うん、全合成油とかあるんですよ。それのこれ全合成油ですよね。はい。で、一応値段は2000円ぐらいで、はい、全合成油で2000円ぐらいで安いんで、うん、いつもこのオイルを入れてるんですよ。で、一応フォーサイクル対応でディーゼルも対応してるのかな。あ、そうだね、対応してるね。うん、ガソリン車とディーゼル対応してるかな。パパの車はだいたいゼロだよね、今のとこね。そう、これね、昔からだよね。ママの車はまあ適当に入れてるけど、ね、基本これ、うん、で、なんでかっていうとまあ安いし、うん、まあ全合成油だし、うん、混ざりっけなしがやっぱいいかなっていう、ね、そう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 。俺の考えでいい？うん、俺の考えで言うと最悪5000キロで交換って考えてるんだよね。はいはい、うん、5000キロサイクルで交換って考えてて、で、軽自動車ってエンジンちっちゃいじゃん、うん、エンジンがちっちゃい分回転数も高いんさ。ちっちゃいからほら回るじゃん。まあ軽のターボ、まあ、ママの車とかだよね、はい、軽のターボ車だけは一応3000キロに1回っていう目安で交換を考えてるそうや。あ、え、それって、うん、新車中古問わず？俺は、うん、なんか関係ない。関係なしに、うん、関係なしに軽のターボは3000に1回。エンジンちっちゃい分回転数も高めだし、ましてやタープついてるし、ちょっと早めのサイクルで回してあげようかなって思うんで、ママの車は3000キロ。まあ俺の車は基本5000キロ。はい。普通車ばっかなんで、まあ5000キロかな。980円で売ってるオイルが悪いっていうわけじゃないです。よくやっぱオイルは高価なものを入れたらいいと思って入れる人もいるの。それはそれでいいと思うよ。その人たちを否定してないからね、うん。うん。高価なオイル入れたかったら入れればいいし、安いオイル入れたかったら入れればいいけど、うん、俺的に、まあ、980円の鉱物油、安いオイル、入れた場合は、ちょっと早めに、こう、こまめにオイル交換してあげるっていうか、うん。車って基本オイル交換が大事だから、やっぱ、うんうん。オイル交換しないと大変なことになるので、はい、基本そういうふうにメンテは考えてるんだよね。で、エレメントは2回に1回。で、まあ、これの悪いとこ、まあ、値段が安くていいんだけど、うんうん、これの悪いとこってね、あ、俺こういうのちょっと嫌なんだよ、ね、ほらほら、ね、こういうことが嫌なんだよね。そう。なんかね、機械系ちょこちょこいじる癖してね、こういうの苦手ね、何やってんのこれみたいな感じになって、イラッとしてね、こんなになるなって。そうそう。ね、こういうの苦手なの、ね、これね、痛っ。これってね、うん、口穴ちっちゃいじゃん、うん、で、空気穴ないじゃん、うん、そうと、まあこれ付属でついてくるんだけど、はいはい、これをこう伸ばしてそのまま入れれますよっていうやつなんだけど、うんうん、口穴ちっちゃいんで、うん、空気穴ないんで、うん、入れるときにゴッポンゴッポンって入ったりちょろちょろ入ったり、空気穴で逃げ道がないから、ね、はい、結構こう出が悪い、ボコンボコンになるね。確かに、ここに一発穴を開ければ空気入ってサラ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 って出てくるんだけど、これもうちょっとこの口穴がこう大きかったら、うんうんうん、そうかも。そうそう、こう普通のオイルってこうちょっと大きいんよ、
うんうんうん、こうプルタップでこう開けて、はい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 、パコーンって開けるやつ。これこう、なんていうの、ほんとちっちゃいペットボトル。最近さ、そう、うん、それで、あの豆乳の飲料あんじゃん、パックの、1リッターの、うんうん、ボッコンボッコンそう、あれボッコンボッコンなんで、後ろ、後ろ細身で切んないからだよね、あれそう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 、500、これぐらいのこういうやつで、こっち切るんだよね、あ、切らなきゃいけないんだね、そうそうそう、ね、じゃないとボッコンボッコン来る、うん、知らんかった、なんかそのまま使ったらボッコンボッコンって、うわーと思って、で、これが、そうそうそう、で、ちょっと、いい、よいしょこれがね、なんていうの、切り量でやってるから、うん、まだ余ってるんだけど、余ってるのって使ってもいいのかな問題ないけど、中見てみる、味、はい、じゃあ、ですね、うん、見えるかな、見えないよね、中ね、うん、暗いもんね、待って、ちょっと待ってね、はい、何リッター入ってるかな、2リッターくらい入ってるかな、ほら、あ、綺麗ですね、うん、でしょ、はい、うん、戻しますね。まだ全然使えるんで、これも使いながら、古い方からね。はい。ママのオイルは、車検前に交換したので、うん、パパのセレナのエンジンオイル、はい、交換しようかな、と思いますね。全くほんと同じオイルですよ。これをね、見つけてからは、これがほとんどだね。ずっとこれ。うん。ずっともう何年も前からこれかな。うん。うん、なしのとかね、楽天で売ってますんでね、うん、ただゼロオイルって探すと、うん、スバリストさん雇用達のゼロオイルってあるんさ、うん、俺も元はスバリストだったから、あ、レガシーにね、そう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 、わかるんだけど、スバリスト雇用達のゼロオイルはすんげー高いんですよ、まあ性能がいいと思うんだけど、うん、俺のゼロオイルはその安い楽天のこれですね、はい、はい、これをね、はい、よろしければね、はい、買ってみてください。本当、2000円ぐらい。うん、で部分合成油だと思って安くなるし、一番高い、うん、本当、なんていうの、化学合成油で2000円ぐらいなんで、はい、はい、安いと思うんですよね。近々、まあ、ちょっと冬前に交換しようかなと思いますので、はい、今回ちょっと開封、はい、これに、これ交換しますよっていう。はい、5W30、はい、ですね、4リッターの、はい、5W じゃないですか、5W じゃないですね、はい、ウィンターですか、5ウィンターです、はい、まあ数値が低ければ寒さに強い、はい、数値が高ければ暑さに強いっていうオイル、え、じゃあ5は5度、うん、違うよ、何が5度またその辺はまた別の機会でじゃあ話しましょうか。はい、あれなんで5は5度なの？違うのか。違いますよ。違うのか。はい、ちゃんと温度があるんですよ。そんな。あ、了解。冬に強いって言ってんのに5度って。うん、だよね。うん、だよね。だよね。氷点下のとこどうするって感じだもんね。そんな。そうそうそう。5度じゃないですよ。そこはまたこう次回に話しましょう。5。まあ雪。ウィンターの温度、はい、こっちとこっちの温度でこう空気が何度なのかっていうのは、はい、またちょっと別な機会にゆっくり話したいと思いますので、はい、今回はじゃあオイルを買いました。でちょっとおすすめ、ほんと安いからって性能が悪いってわけじゃないんで、綺麗に回ってくれるし問題ない全然オイルなんで、自社ブランドだと思うんですけど、入ったらね、うん、軽くなる感じで、ね、うんうん、全然安いけど全然使える全合成油の人的な意見ですが、はい、はい、参考になればいいですね、はい、あ、ママの車も基本昔はこれだったんです。うん、今回はね車検があってね、うん、安いのって交換したんですけど、基本は俺のこの使ってるこの余りとかだからって10ウィンター、うんうん、ゴーウィンターとか例えばあるじゃないですか、はい、余ってるオイルとか家に10W の30とか、はい、まあエコ車だったら0の20とかってあると思うんですけど、うん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 、じゃあ混ぜたらどうなるの、10と5を混ぜたらどうなるの、うん、っていう話もまた別の機会で、はい、じゃあ一体数値ってどうなるんだろう、うんうん、この慣例の方ね、混ぜたらじゃあ何なんだろう、あ、確かに 10W30 とじゃあ 5W30 を混ぜました、うんうん、
鉱物と全合成、部分合成とか混ぜましたってどうなるのっていうのはまた今度じゃあ別な機会で動画で話そうかなと思いますので、はい、何かあればね気軽に、はい、おコメントいただければ嬉しく思います、はい、よろしくお願いいたします、はい、また今後もちょっと車系が続いたり、はい、まあ、メインが車なんでね、そうですね、いろいろあると思うんですけど、はい、ゲームしようぜって言ってくれたら、うん、ゲームしましょうかって対応もしますし、はい、ですね、はいはい、ゲームはあのほらオフでやってるからずっと、うん、やってるね、一応ちょっとねため撮りはしてるんですけど、はいはい、あのやっぱりね車メインでちょっと編集してるので、はい、なかなかな、ね、はい、気軽に一緒にゲームやろうとか、はい、言ってくれてもね、もう問題ないですし、はいはい、ゲームコラボでやりましょうかとか言うのも全然、ね、お誘いも、はい、お誘いも全然お受けしますので、ぜひ今後ともよろしくお願いいたします、はい、ではこの辺で、はい、今回はオイルの紹介でした、開封、はい、ゼロ、そう、そんな感じです、はい、ご視聴ありがとうございました、ご視聴ありがとうございました、またよろしくお願いいたします。